照明に火が灯りました。ナイトゲームが行われます。甲子園球場からお伝えしてまいります。阪神タイガース対広島東洋カープのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、試合開始前は選手のどのようなところに注目していらっしゃいますか？まあ 1,2 番の出塁ですかね。そこをどう抑えていくのか、おそらく序盤はこのゲームのポイントになるでしょうね。なるほど。まずはタイガースの先発秋山が甲子園のマウンドに上がります。さあカープ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。里崎さん、まずはどちらのチームが先制点を取るのか、ここ注目ですよね。まあそうですね、どちらが先に流れをつかめるかですよね。はい、先に流れをつかむか、このあたり見ていきたいと思います。打ちました、取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている菊池。まずはワンアウトを取っています。先発ピッチャー秋山、そしてキャッチャーは梅野。このバッテリーをカープ打線がどう攻略していくか。アウトコース、ボール。低いところへ決めてきました。これが3球目。ボールになります。アウトコースへ決めました。ツーボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました、高い打球センターへ。ここは打ち上げています。センター掴んで2アウト。バッターボックスは3番バティスタ。2アウトになっています。最初は変化球できました、ストライクです。これが2球目。打ちました、セカンドが前に来る、セカンドが取る、一塁アウト、スリーアウトです。この回カープ3人で攻撃を終えています。里崎さん、初回の攻撃、特に大事な点はどのあたりでしょうか？まあ勝っていくためには1番バッターの出塁っていうのはね、やっぱり欠かせないですよね。そうですよね。阿部、ショート、田中、レフト。カープマウンドに上がるのは先発のアドゥア。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは近本。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。最初は変化球できました。
った。一塁線落ちてフェア。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあタイガース一打先制のチャンスです。まあ取れる時にしっかり点を取っておきたいですよね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには糸原が入っています。初球は何で来るか。まずはストライク。外へのストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。打ちました。これはセンターへ抜ける。ホームに送球。チャンスを広げていきます。ノーアウトランナー三塁一塁。3番バッター糸井、連打でチャンスを広げた場面となっています。さあタイガース先制のチャンスを迎えています。ここは犠牲フライで OK ではあるんですが、まあクリーンナップなんでそれ以上期待したいですよね。そうですよね。さあクリーンナップらしいバッティングを期待しましょう。2球目打ちました。これはセカンドライナー。つなげたかったですね。ええー、まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。うん、そうですよね。さあこのチャンスでバッターボックスには4番の大山が入っています。積極的に振っていきます。まあここはクリーンアップですから最低。引っ張った。打球はレフトへ。サードランナータッチアップ。サードランナーホームイン。タイガース1点を先制しました。犠牲フライを決めてきました。1対0タイガース試合の主導権を握ります。さあご覧いただきましょう。犠牲フライで先制です。まあしっかりと最低限の役割は果たしましたよね。ここは犠牲フライで1点を先制しています。バッターボックス福留。タイガース見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね。ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。ええ、さあこの勢いをこのまま続けることができるか。さあ2球目は何か。インコースボール。このカウントは狙うゾーンを少し広げている感じでしょうね。なるほど、そうですか。三振です。スリーアウトチェンジ。しかしこの回タイガース犠牲フライで先に点を取りました。1回終わりました。1対0タイガース先制です。2回の表追いかけるカープの攻撃。バッターボックスは4番鈴木。タイガース1点リードで迎える2回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を不意にしないようにしたいですよね。なるほど。さあしっかりと守っていきたいところ。打ちました。ショート取った。アウト。ワンアウトです。バッターは5番松山。秋山まずは先頭バッターを打ち取っています。まず何を投げてくるか。初球ボール。
ところに決まってますよね。インローへキレのある変化球が決まっています。次はしっかりと厳しいところにコントロールしていきたいですよね。なるほど。さあどう来るか。インコース決めてきた。ワンボールツーストライクと追い込みました。引っ張った。ライトへ打球伸びる。ライトが取りました。ツーアウトです。さてここはどういうピッチングになるんでしょうか。そうですね、足のあるバッターですし、セーフティーバンドなんかも警戒しておきたいですよね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。最初は変化球できました。高めの球ストライクになります。ノーボールツーストライクです。見逃し三振。スリーアウトチェンジ。反撃したいカープでしたが、ここは三者凡退に終わっています。1対0。1点リードはタイガースです。2回の裏になります。タイガースの攻撃。バッターボックスは6番マルテ。タイガース1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。そうですよね、相手にプレッシャーをかけておきたいですね。外のボール、まっすぐでストライクを取りました。ノーボールツーストライク。さあ3球目は何か。ファウルになります。ちょっと振り遅れてましたね。なんとか当てた感じ。打ちました。ファーストが前に来る。ここもファウルです。打ちました。ワンバウンドヒットになりました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。先頭バッター出ました。タイガースノーアウトランナー二塁です。さあタイガース追加点のチャンスを迎えています。まあ早いうちに点差を広げておくに越したことはありませんからね。なるほど、そうですね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには梅野が入っています。内へ、これは決まった。すぐに追い込みました。ここは一気に勝負してくる。インコース詰まりました。これはセカンドライナー。つなげたい場面でしたからね。まあただね、次が彼ですから期待していいと思いますね。はい、その期待のかかる木浪が打席に入っています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。スライダー外れてボール。外低め決まってストライク。打ちました。この打球は落ちるか。どうだ。センターが取りました。ツーアウトです。
さあバッターボックスには先発の秋山が入ります。ここは自分で援護点を取るチャンスですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。